こんにちは。パーソナルトレーニングジムフィス大阪の藤本です。今日は自宅でできるペットボトルを使ったトレーニングについて紹介をしていきます。まず最初に座った状態で行うトレーニング、その次に寝た状態で行うトレーニング、最後に立った状態で行っていく下半身のトレーニングを紹介していきます。それでは最初に力こぶを鍛えるアームカールというトレーニングを紹介していきます。このようにペットボトルを準備していただいて、水の量でお好みの重さに調節してください。このまま肘は体の真横につけた状態で肘を伸ばします。この時手のひらは真正面を向くように準備していきます。このまま体から肘は動かさずに、肘から前の腕だけを曲げていきます。しっかりと力こぶが縮こまって力が入ったなと思ったらゆっくり戻していきます。この時ポイントは、先ほど申し上げた通り肘を体の横からずらさないこと。肘を動かしてしまいますと、どこに効いているのかわからなくなってしまうので、必ず肘は体の真横にくっつけるようにしておいてください。このトレーニングを行うと力こぶが鍛えられます。それでは次に二の腕のトレーニング、フレンチプレスという種目を行っていきます。まずペットボトルを一つ準備していただいて、片手で持ちます。このまま肘を高く上げ、曲げた状態でセットしていきます。そして反対の手は肘が動かないように軽く手を添えて、肘をこのまま上に伸ばしていきます。この時しっかりと二の腕に力が入っていることを確認してください。曲げて上にぐっと伸ばしていきます。この時も肘の関節が前後にぶれないようにしっかりと手を添えて二の腕を引き締めていきます。このトレーニングは非常に二の腕の引き締めに効果的です。それでは次にダンベル2つを使って肩と二の腕を鍛えていくショルダープレスという種目を行っていきます。しっかりと背筋を伸ばして椅子に座り、ペットボトルを耳の横に持っていきます。この時手のひらは真正面を向けておきます。このまま真上に上げます。ゆっくり下ろします。この時に肘が前に行ったり後ろに引きすぎたりしないように、ペットボトルの真下に肘が来るように位置を取っていきます。この種目では肩と二の腕をまとめて鍛えることができます。それでは次に、より肩の筋肉に重きを置いたサイドレイズというトレーニングを行っていきます。椅子に対してしっかりと背筋を伸ばした状態で座り、手は真横に下ろします。しっかりとペットボトルを持って、このまま手を真横に大きく広げていきます。ゆっくり下ろしていきます。この時に肩がすくんでしまうと、なかなか三角筋、ここの肩の筋肉に刺激を入れれないので、しっかりと肩は落としておくようにしてもらって、そのまま手を真横に広げて、ここの部分のところに力が入っているかを確認していきます。真横に開いてそのまま下ろす。この動作をすることによって肩の筋肉をより集中的に鍛えることができます。次に肩をすくめる動作を行っていきます。シュラックという種目です。この種目は肩こり解消によく効きます。手をそのまま横に下ろしていただいて、しっかりとペットボトルを握ります。このまま肘などは特に何も動かさず、肩をぐーっと上にすくめてゆっくり下ろします。しっかりとこの時に肩こりのところの筋肉が縮こまっているのを確認してください。この動作を行うことによって肩周りがすっきり楽になります。続いて後ろからの動きです。ぎゅーっと上げれるところまで肩をすくめて下ろす。ぐーっと上げて下ろす。この時にここの筋肉を鍛えていきます。それでは次に仰向けで寝た状態でできるトレーニングを紹介していきます。まず最初は胸の筋肉、大胸筋を鍛えていくダンベルフライという種目を行っていきます。ダンベル代わりにこちらのペットボトルを準備していただいて、このまま仰向けで寝転んでいきます。そしてペットボトルを胸の真上に上げていただいて、このまま真横に開いていきます。そして地面とスレスレでしっかりと筋肉に伸びを感じたら上に閉じていきます。この時に
くっつけなくても大丈夫ですので、だいたい前へ習いの幅ぐらいまで戻していきます。開いて、この時しっかり胸の筋肉の伸びを感じて戻す。しっかりと大きく開いて戻す。このトレーニングをやっていただくと非常にバストアップにも効果的ですし、大きな筋肉なので基礎代謝も上がり、痩せやすい体作りを目指せます。次にプルオーバーという種目を行っていきます。ペットボトルを2つ準備していただいて、そのまま仰向けで寝転びます。そして手を上でバンザイするようにセットしていただいて、このままだいたい胸の高さの位置まで上げていきます。しっかりと背中から胸の下意識した状態で上げていきます。この動作をすることによって、ここの背中の大きな広背筋という筋肉と少し胸の筋肉も使われてきますので、大きな筋肉を一度に鍛えることのできる種目です。次に腹筋のトレーニングを行っていきます。お膝を軽く曲げ、足全体をこのように親山のような形で立てておきます。そしてペットボトルを2つ持った状態で、上半身は仰向けで寝転んでいきます。そしてペットボトルは目の高さのあたりにセットして、このままペットボトルを上に天井に突き上げるように腹筋を使っていきます。この時に上に上がった時にしっかりとお腹に力が入っているのを確認してください。グッと上げてゆっくり戻していきます。この時に前に動作をするのではなく、真上にグッとペットボトルを天井に近づけることを意識してみてください。このトレーニングでは腹筋全体を鍛えることができます。それでは次にペットボトルを使って足上げ腹筋を行っていきます。まずこのようにペットボトルを1つ準備していただいて、足元に置きます。そしてこのペットボトルを両足で挟みます。そのまま足を伸ばした状態で仰向けで寝転びます。そしてこのまま足の裏が天井と水平行になるまで上げていただいて、ゆっくり下ろします。この時にお腹の下、太ももの付け根を意識しておきます。そしてペットボトルが落ちないようにしっかりと挟み込んでいきますので、内もものあたりもよく効いてきます。内もも、股関節の付け根、腹筋を意識して行ってみてください。このような動作を行うことによって、内ももや太ももの付け根、腹筋をまとめて鍛えることができます。それでは次に立った状態で行うトレーニングを行っていきます。まずこのように両手にペットボトルを準備していただいて、足幅は肩幅程度に開いていきます。そしてつま先はやや外側を向くようにセットして、大きく胸を張っていきます。この時に膝から前に出すのではなく、お尻を後ろに引きながらスクワットを行っていきます。太ももが床と平行になって、しっかりと太ももに緊張を感じて上がっていきます。この時に前かがみになりすぎたり、逆に反り腰になりすぎたりしないように、しっかりと腹筋と背筋に力を入れ、体幹を安定させておきます。このように動作を行っていきます。このトレーニングでは下半身全体、そして腹筋背筋を鍛えることができます。それでは横向きからの動作を行っていきます。膝からではなく、お尻からそのまま真下にしゃがみ込んでいきます。反り腰や猫背にならないように、しっかりとお腹、背中に力を入れて体幹を安定させておきます。では次に NG です。顔が下がってしまって、腰がこう丸まってしまったり、逆に顎が上がりすぎて反り腰になってしまう、このような形は腰に負担が大きいのでやめましょう。次によくあるのが、膝を前に出してしまう方、膝がつま先よりも前にこのように出てしまうと、深くしゃがむこともできないですし、膝への負担が非常に大きくなるので、怪我につながるリスクがあります。なので膝から前に行ってしまうような方は、まずお尻を後ろにグッと突き出して、椅子に座りかけるようなイメージで行っていただくと上手にできます。このトレーニングでは下半身全体と腹
腹筋背筋を同時に鍛えることができます。それでは次に少し動きを加えたスクワットバックランジという種目を紹介していきます。まずこのように両手にペットボトルを持っていただいて足は腰幅に広げます。そしてこのまま片方の足を後ろに大きく出してそのまま下にしゃがみ込みます。この時に体が前に倒れすぎたり後ろに反りすぎたりしないように地面に対して垂直に立てるように意識をしておきます。しっかりと右のお尻や太ももの付け根、左の太ももの付け根に伸びを感じたら戻っていきます。次に反対戻す。しっかりと深くお尻を下に落とすことを意識してください。このバックランジという動作をすることによって前になっている方の足のお尻、太もも裏、ここにより強い刺激を与えることができます。それでは次にブルガリアンスクワットという片足で行うスクワットを紹介していきます。先ほど使った椅子を後ろに準備していただいて片方のつま先を椅子に乗せます。この時深くかけすぎないようにつま先は軽くかけることを意識してください。そして前の方に出している足を少し大きく前に出していただきます。このまま先ほど同様しっかりと腹筋背筋に力を入れた状態で体が地面に対して垂直になるように意識していきます。このまま下にしゃがみます。この時膝がぶれないようにしっかりと安定させておきます。しっかりとここのお尻のところに伸びを感じたら上に上がります。膝がぶれないように注意してお尻の伸びを感じたら上がります。通常のスクワットよりも非常に強度が高くお尻ともも裏により効かせることができます。それでは次にカーフレイズというふくらはぎを引き締めていく種目を行っていきます。ふくらはぎは第二の心臓と言われているぐらい重要な部位ですのでしっかりと鍛えましょう。まずこのように、ペットボトル一つ準備していただきます。もしご自宅でこのように段差を作れたりあと段差が作れなくても階段があれば行うことができます。まず鍛えていく方、今からは左足を鍛えていくんですけれども鍛えていく方の同じ方にペットボトルを持ちます。そして段差のところにつま先だけをかけます。そして反対の右手はしっかりと壁や手すりなどを持って安定させておきます。そしてつま先だけを乗せたらそのまま段差の利用をしてかかとを下に下げてふくらはぎを伸ばします。そしてこのまましっかりと伸びを感じたら上に大きく背伸びを行っていきます。上で1秒から2秒キープしてしっかりとふくらはぎに効き目があるかどうかを確認したらもう一度かかとを下ろしてふくらはぎにストレッチをかけます。このような動作を行うことによってむくみ解消だとか足痩せに効果があります。それでは最後にスティックドデッドリフトというもも裏とお尻そして腰回りを鍛えていく種目を紹介していきます。まずペットボトルを2つ準備していただいて両手で持ちます。足幅は腰幅程度で少し狭めにセットしていきます。そして手を前にセットして膝はしっかりと伸ばしておきます。この時しっかりと腹筋背筋に力を入れながら下方向に下ろしていきます。そしてもも裏にしっかりと伸びを感じたところでゆっくりと上に上がります。下ろしていく時にももの裏側にストレッチを感じたら上がります。横から見るとこのような動作になります。膝を曲げてしまうと腰にすごく負担が大きくなるので膝はしっかりと伸ばしきった状態でお尻を後ろに引きながら真下にペットボトルを下ろしてもも裏にしっかりと伸びを感じたら上がっていきます。このトレーニングではもも裏からお尻そして腹筋と腰回りここのたくさんの部位を鍛えることができます。以上がご自宅でできるペットボトルを用いたトレーニングとなります。もしこのトレーニングが物足りなくなったり
より本格的に鍛えたいなと感じた方は、ぜひ無料体験にお越しください。ご清聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。パーソナルトレーニングジムフィス大阪では、全店無料体験受付中です。お気軽にご連絡ください。